動画を開いていただき本当にありがとうございます。今回のテーマと場所は氾濫で苦しめられた城北の地、続く桜の遊歩道。それでは今回見ていく場所を空から確認してみましょう。東京駅から西に約 22km、 小金井公園から西東京市、練馬区、板橋区、北区を流れて、隅田川に合流してる。今回は板橋区板橋本町駅から氷川台駅までこのルートで見ていきます。都営三田線の板橋本町駅から始めましょう。交差点から坂を下っていきます。ここが石神井川ですね。この橋は新板橋です。ここから上流へ歩いてきましょう。左側は公園ですか？釣り堀公園。次は藍染橋。桜が咲いてます。今年は桜が咲くのが早かったのでタイミングが合いました。こっちに公園の出口があった。次は西宿浦橋。橋の先も桜がいっぱい咲いてます。桜が満開で桜吹雪になってる。関の上橋。この先で石神井川が大きくカーブしてるんです。遊歩道がちょっと広い感じ。やっぱり石神井川もコンクリートで固められてる。この辺りは本当に歩きやすい。散歩にいいですね。総栄橋。両岸に桜、右上に提灯がありますよ。本当だ。桜祭りとかあるのかな。次は中根橋で、そこを左に入ると中板商店街があります。先に進みましょう。ここが根村橋。桜の木も続いてる。新西原橋。赤いベースに青い欄干。これまでより少し目立った色合いですね。桜の色も合わせて。遠くに山中橋が見えてます。左に入ると東武東上線の中板橋駅があります。ここは久保田橋。この先で川が90度曲がってます。中板橋渡ってみましょう。子供たちの像があります。こっちにも。あれは東武線の鉄橋です。鉄橋をくぐるとママシモ橋。上板橋第一中学校の校庭前が遊歩道になってる。休んでる。ベンチがあるのは助かりますね。橋のたもとで古事記の六蔵がいつも頭を下げていた。土地の人から親しまれていたので下等橋になった。そして徳をたたえて祀ったのがこの六蔵菩薩の祠です。川沿いの歩道に植え込みがなくなった。桜も何にもなく殺風景が続いてます。広い道に出ました。上板橋。
254号線が通ってます。この先も何もなさそうですね。山崎橋、青い欄干が目立ちますね。親柱には三日月でしょうか。学校橋、橋の北にあった長明寺学校に通うために架けられた橋だそうです。厚生橋、この先は何もない。環七を越えたけど先も何もないみたいです。ちょっと雰囲気のいい道になりました。車が通る道ですね。マンション敷地で少し下げたんですね。大橋、やっと木がありました。公園でしょうか。城北中央公園の子供広場。諸橋、両側に林があります。やはり緑があるといいですね。公園の中も広々してる。栗原橋、公園は終わりですか。まだつながってますよ。右側へ行くと多目的広場、正面には陸上競技場があります。川は左に大きく曲がってます。城北中央公園は練馬区と板橋区とにまたがってる公園です。この辺りは練馬区でしょうか。左の石神井川の向こう岸は城北中央公園調整池の工事が行われてます。広そうですね。日本最大級の規模だそうです。城北中央公園も23区北部で最大の総合公園なんです。特にスポーツ施設が充実しています。やはり広い公園ですね。しつけ耳橋の先は左側が公園になります。ここも城北中央公園ですか。そうです。この広場はミモザ広場。広い芝生の広場ですね。人も多い。海心橋で公園は終わり。この先は遊歩道みたいです。板橋区を見ていくので本当は終わりなんですけど、もう少し歩いていきましょう。羽沢橋、中羽橋、左岸だけ桜が続いてるようです。氷川台駅に着いたので今回はここまでにしましょう。それでは最後にもう一度ルートを空から確認してみましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。